V40 はスウェーデンの自動車メーカー、ボルボカーズが生産、販売していた乗用車である。1995年にステーションワゴンモデルの V40 が発売された。2012年に2代目 V40 が発売された。2019年モデルをもってシリーズの生産終了が決定。事実上の廃盤となった。1995年に発売、当時の v 四十の 公式に本名は V40。ボディ形状はステーションワゴンである。生産はオランダ政府、三菱自動車工業、ボルボの合弁会社であったネットカーで行われた。同じ工場でプラットフォームを共有する三菱、カリスマと共に生産された。2000年、内外装を変更。ヘッドランプ、テールレンズなどのデザインが変更となる。同時にホイールベースの延長。 サスペンションの見直しやタイヤサイズの変更も実施された。2004年、後継モデル V50 の発売に伴い、V40 の販売終了。二代目 V40 は、2012年9月15日のジュネーブモーターショーでデビューし、欧州では、同年秋から販売を開始した。翌2013年春から日本で販売される。ボルボ V40 はクーペ C30 セダン S40。 ワゴン V50 の統合後継車種として開発された後、ドアハッチバックモデル。標準モデルの他にスポーツタイプの R デザイン、クロスカントリータイプの V40 クロスカントリーがある。V40 は基本骨格として、仙台と同じ、フォード C1 プラットフォームと共通のボルボ P1 プラットフォームを使う。エンジンは、ガソリンエンジンとディーゼルエンジン。 最高出力の2.5リットルガソリンエンジンは1 8 7キロワットとなる。燃費低減機構として、アイドリングストップシステム、ブレーキエネルギー回収システムが挙げられる。トランスミッションは6足、MT、トルクコンバーターによる6足、AT、そして、パワーシフトと呼ばれる、湿式タバンクラッチによる6足、デュアルクラッチトランスミッションがある。安全装備として、 追突を回避、軽減の自動ブレーキ機構であるシティセーフティが標準搭載のほか、歩行者を検知して回避、軽減するヒューマンセーフティ、車線逸脱を防止するレーンキーピングエイド、車両の急接近を警告するレーンキーピングエイド、道路標識を読み取ってディスプレイに表示するロードサインインフォメーションなどのパッケージオプションがある。このほか、世界初採用の 歩行者やバックをオプション設定している。オフロードバージョンのクロスカントリーは専用の内外装に全輪駆動、四輪駆動が用意される。スポーツモデルの R デザインは黒を基調とした専用の内装と足回りを持つ。R デザイン、クロスカントリーともに垂直に配列された LED ランプを備えた専用マスクを備える。リアには左右独立マフラーを装備。 日本での販売2013年2月19日発売。発売時の車種は標準車のみでベースモデルの T4 と上級仕様の T4SE の2車種。日本の保安基準に適合させるためフロントバンパーカバー下部の LED データイムランプは装着されずメッキパーツの装着となる。歩行者エアバッグは全車種受注オプションとなる。派生モデルである T5R デザインが4月23日に発売。クロスカントリー ET5 オードが5月7日に発売。6月7日、一部改良モデルとなる2014年モデルが発売。予定より2ヶ月前倒ししての発売となった。2014年モデルでは、自動ブレーキ機構に自転車の検知機構が追加された。他、ベースモデル T4 にレザーパッケージ。 ナビゲーションパッケージのオプションが新たに設定された。上級モデル T42SE はナビゲーションパッケージが標準装備となり価格は329万円。12月2日、価格改定。セーフティパッケージを全車標準装備とし、ナビゲーションパッケージ及びレザーパッケージのオプション価格を引き下げ。T42SE は標準装備だったナビゲーションパッケージを オプション装備に戻す。2014年11月20日、12月18日、一部、改良。2015年3月30日、クロスカントリー e t 五オードに、新パワートレーン、ドライブ E 搭載モデルを設定。7月23日、ディーゼルエンジンを搭載したグレードを発売。一部改良。2016年7月5日、フェイスリフト。 2017年8月22日、特別使用者 V40D4 ダイナミックエディション V40 クロスカントリー D4 ダイナミックエディション発売。ボルボカージャパンはボルボの正規販売店権利を所有する役員らを集めた会議の中で V40 シリーズの新車販売を2019年モデルの在庫をもって終了すると発表した。 現時点で2020年モデル以降のモデルチェンジの予定もなく事実上の廃盤になる見通し。新車在庫の残り台数は2019年6月現在で約4000台。現在、V40 の生産をしているベルギーにあるボルボの工場は XC40 等の SUV 車の生産に注力する。Wikimedia Commons にはボルボ V40 に関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。